明日天気になれ。はい、まずこのお部屋なんですけれども、ここ実は民泊の物件の部屋をちょっとですね、長期的に借りてスタジオみたいに使わせていただいてるっていう感じです。以前から大変お世話になっているマッシブ札幌さんの、民泊の物件ですね。ですごく、綺麗な物件でして、ちょっと壁の色とかですね、いい感じですよね。そこに、デスクだとか照明だとかカメラとかですね、あとグリーンバッグだとか持ち込んで撮影しております。ではまず、撮影の機材というか、説明していきますね。皆さん見たことあるかなと思うんですけど、グリーンバッグです。これをですね、棒で、ぶら下げているような形でやっております。これなんでやるかというと、背景を合成できるんですよね、緑のやつですね、テレビとかでも使われているものなんですけれども、グリーンバッグを用いて撮影をしています。それからすごく大事なのが、ちょっと伝わるかな、この照明ですね。これがあるとなしとってはね、かなり、画像のクオリティといいますか、出来栄えが変わってきます。暗いのはあまり良くないんですよ。なので照明をガンガン焚いてやっております。自然光もね、今午前中なんで取り入れてやってるんですけど、自然光プラス、上のライトも使わせていただきつつ、ルームランプも使いつつ、照明も使ってるぐらいの光量があった方が綺麗な画像が撮れます。それから機材のお話ですね。使っているカメラ、先日、バージョンアップしまして、このソニーの ZV-1 っていうカメラを今動画撮影用に使っております。かなりいい画像が撮れます。この今撮ってるのは iPhone11 で撮ってるので、この画像自体は ZV-1 の画像ではないんですが、ニュースはですね、この ZV-1 で撮っております。背景をぼかしたりだとかっていうことがすごく上手にできるカメラですね。画像が本当にクオリティが上がります。それからここにあるものですね。これマイクなんですよ。ロードっていうメーカーさんの、ワイヤレス GO っていう品ですね。ロードのワイヤレス GO は本当にすごく、ワイヤレスのマイクの中でもすごくいいって言われてるマイクでして、そっちが本体で、で、これですね。これが、身につけるマイク。で、さらに、これ自体もマイクの機能あるんですけれども、ピンマイクをつけております。これは確か、ソニーかどこかの、マイクだったと思うんですが、これをつけてやるようにしております。他にもマイクいろいろあるんですけれども、ちょっと持ち運びだとか、設定の仕方が一番簡単なので、ワイヤレス GO とピンマイクを使っております。そしてですね、社内ニュースはスライドをはめ込んでいるんですよね。それをどうやってやっているかっていうお話です。はい、何使ってるかというと、ズバリ Google スライドを使っています。で、これが、こっちがパソコンですね。で、こっちに外付けのモニターをつけております。で、外付けのモニターの方にこのように読み上げること一字一句全部入れているんですよ。で、こっちを読み上げながら、このパソコンのスライドの方を画面録画してるっていうやり方なんですね。で、これは今このパソコン自体は Mac なんですけど、 Windows でも確か Windows 10だと間違いなくできます。この拡張、画面拡張機能みたいな感じですね。で、それで、やっております。全然ですね、最初の頃はモニター自体を映したりしていたんですけれども、やっぱり画面が暗くなったりだとか、そういうことがあったので、あと角度調整が難しいとか、そういうのがあったので、スライドはめ込み式でやっております。で、Google スライドの操作自体をどういうふうにやるかというと、右上の方にですね、プレゼンター表示っていうのがありまして、それで、拡張機能を使って、
このように分割させて表示することができるっていう感じですね。まあ動かしてみればそんな難しくなくできますので、まあ、そのような感じでやっております。で、撮影する側から見るとこんな感じなんですよ。カメラがあって、パソコンがあって、で、モニターがあって、そこを読んでるみたいな感じなんですよね。で、ニュースもできるだけ目線がね、ずれないようにしたいので、ずーっとこのモニターばっかり見てると、下向いてる感じになっちゃいますので、なるべくカメラの方を向くようにしています。できる限りですけどね、もちろん。で、このカメラも、このモニターが反転して今映ってると思うんですが、これを見るんじゃなくて、あくまでも目線はここ。レンズを見るのが基本ですね。はい。なのでニュースは手元でパソコンを操作しつつ画面録画をしている。見ているのはこのモニター、それからカメラの方をなるべく見るようにしているっていうような感じで撮影をしております。まあ、社内ニュースっていうふうに言ったんですが、スライドはめ込み式の、まあ、YouTube だとかですね、動画撮りたいときは、基本的にこんな感じで撮ればいいんじゃないかなと思っております。まあ、今、マイクとカメラ、ZV-1 と、あとロードのワイヤレス GO っていう機材を使っているんですが、以前は、全然こんないい機材使ってなくて、スマホで撮ってました。で、スマホで撮るのも全然 iPhone X 以降だったら全然ありかなっていうふうに思っているんですが、やっぱりですね、まあ、画像の質もあるんですけれども、それより気にしたいのはちょっと音声かなっていうふうに思っております。これ今 iPhone で、まあ、空間でマイクもつけないで喋ってるんで、この音声がだいたい iPhone で撮れる音声な感じなんですが、マイクをしっかりつけるともっとクリアな音声が取れるので、カメラはですね、こんないいものを使わなくても、何かしらピンマイク使ってみるとか、そういう風にすると音声的にはよく取れるんじゃないかなっていう風に思っております。まあ、社内ニュース自体が正直画面はめ、背景はめ込んで、被写体っていうと、まあ、自分、ね、人物映ってるだけなんで、このカメラ使う意味あるかどうかって言ったら、ちょっと微妙っちゃ微妙なんですけれども、今後商品紹介もですね、グリーンバックはめ込みじゃなくて、店舗を背景にしたりだとか、いうふうに撮っていった方が綺麗に撮れるかなと思って、今その準備も進めていますので、よりですね、このカメラだとかの性能、活かせるような環境づくりして、クオリティちょっとアップしていけたらなと思います。まあ、それよりもまあ、内容の方がですね、もっと、まあ、バージョンアップというか、クオリティ上げていかなくちゃいけないんですが、まあ、環境をね、整えているので、まあ、言い訳できないのでですね、もっと、クオリティの高い内容の動画、クオリティの高い、まあ、動画の質自体もですね、目指していければなというふうに思います。ということで、社内ニュースの撮影環境、ちょっとですね、お伝えしたくて動画にしてみました。以上でございます。よろしくお願いします。